やめました。普段僕たちゲームを配信したりしてるんですよ。あ、ほんとにゲーム実況めっちゃ好き私。誰好きですか実況者、はい、知ってるかわかんないけど、中野アルマと高田健士と。え、高田健士知ってる？え、知ってます。え、高田健士私めちゃくちゃ好きなの。あと、キヨ。キヨが好き。僕なんかもともとちょっとキヨに声似てるって言われてて。それは言い過ぎだわ。声真似ができますよ。え、ちょっとやってみて。はい、どうもキヨです。あ、ちょっと似てる。ちょっと似てんじゃん。え、ちょっとちょっとね、声低い。香る、キヨが香る。香りがする。松田さんどころだね。なんかちょっと面白い。そうそう、高田健士さんね、うん、一緒に遊んだことあるんですよ。本当に紹介して、高田健士。健士紹介して。いや、既婚者ですから。あ、まあまあね、はいはい、神奈川県のあっちの方に住んでるから。あ、そう詳しいっすね。はい、たまにライブ配信見てるの。あ、アマンガスやってます。アマンガス、あ、やってます。プレイヤーです。そうそう、今日もやってきました、アマンガス。いやー、あ、やってたんですね。あ、やってます、やってます。今もアプリ入ってる。ゲーム実況とか見ますか？ゲーム実況見ますけど、サンシャイン池崎が好きで。サンシャイン池崎が。サンシャイン池崎がゲームやってるんだ。あー、知ってますね。いや、そのゲーム実況は高田健士と誰見てるんですか？中野のアルマ、中野アルマ知らない人多いかもしれない。あ、アルマス。アルマくん好き。VTuber。あ、V、うん。ね、顔は出してない。はいはいはい。金髪の。はいはい。よくあの河川さんとかでやってる。河川さんとかと。それアルスアルマル。あ、それアルスアルマル。あ、ごめん。アルマ違いね。あ、じゃあ違うわ。ごめん。俺があれだ、にわかだったの。そう、なんかあのアマンガス界隈が私好きだから。あ、アマンガスが好きなんですね。そう今日もあの4時間ぐらいやってからこう来たの。あれ面白いゲームですよね。これアマンガスはどうなの？ありますちょっと難しいというか読み合いがね。あ、そうきますけど。え、じゃあのなんだっけ、最近その高田村っていうやつがあって、なんかそのショップ展開みたいななんかグッズ出してるんですけど。ポップアップストアね。そうとかも行ったりしてるんですよ。え、行きたいんだけど、あれ予約取れないの全然。そうなんだ。マジで予約取れない。あ、ストア側ですか？あ、そう。とかあのなんかコラボカフェ。あ、そんなも大人気みたいな。そう、コラボカフェの予約を取ったんだけど、ね、予約取れない。すごいな、時代コンテンツだ。そうだね。だってこの前だってお前のってライバル会社みたいなのあるじゃん。あれだってその高田村の人たちがどこだっけな、相模大野のパチンコ屋さんで実践やったの。すごいね、同業だよ。ライバル。そう、ライバル。そこまででも窓口が広いと思うんですよね。元彼のサポーターさん。いつから見てるんですか？ニコニコとか見てるんですか？ニコニコは昔見てたけど、ニコニコはもしかしたら少年の方が詳しいです。少年ニコニコ詳しい。ニコニコに2つが時期もありました。でしょうね。誰見てたんですか、ニコニコ。いや、まあ、でも、なんか、ゲーム実況とかじゃない。お願いします。ゲームっちゃゲーム。TRPG を。ああ、TRPG。TRPG が好きで。誰見てたんですか？誰が決めたわけじゃない。クトゥルフ神話。そう、クトゥルフ神話。リプレイを、あ、やりたいよね。好きなシナリオ。実況者は誰？なんだろう、なんか実況っていうより、ゲームを見せんだ。リプレイをそのゲームをやったのを録音して、それをストーリー上に起こしてる。はい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 、ずっと。大丈夫？逆に人が喋ってもいらないですよ。自分も RPG やってる。はいはいはい。